声を低く、慎重に行こう。Oh.
思いましたね、本当に。いやー、もうダメかなと思ったんだけど、なんとか耐えて、耐えて、走ってます。いやー、変なクジラみたいのは何なんでしょうね、本当にね。気味悪くて仕方ないですね。さあ、もうそろそろ、帰りの目的地というか、帰還ですね。とりあえずあそこまで行きたいと思います。いやー、このゲームっていうのはね、もう本当に配達屋ですよね。だから本当に今までないゲームっていうのかね、これが賛否分かれるとこなんでしょうね。まだ最初だから、おそらく武器もなければ乗り物もないっていうことで、もうちょっとやり込めば、武器がもらえて、なおかつ、バイクみたいな、移動手段のものが、乗れると思います。そこまでもうちょっと頑張っていきたいと思います。はい。まあ、これはね、ストーリー的な奥が深いんですね。本当に。こう、敵をやっつけて面白いゲームというか、これをストーリー的にこう、噛み締めて、やるゲームだと思うんですね。だから、ストーリー的には本当に奥が深いですね。はい。癖になってしまったような気がします。はい。ノットシティへようこそ。配送センターへ進んでください。サム、まずは配送センターへ戻れ。位置はコンパスが示している。ここまで持ったのか。奇跡だ。あんたのようなドゥームスが BB を装備すると、お互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され、 BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。残念だが、やはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。サム、身支度を済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。
心配はいらない。大丈夫だ。私はいつもつながっている。さあごらん、日が沈む、夢を見て安らかう。サム、大丈夫か？ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。シャワーを浴びてきたらどうだ。カイラル物質の汚染がひどい。これから大統領に会うんだぞ。なんだと？大統領はもういない。怒ってるのか？ BB の焼却を頼んだから。甘く見るな、お前らの便利屋じゃない。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。違う、こいつが俺たちを救ったんだ。命の恩人のお世話は任せろ。じゃあ大統領によろしくな。そろそろ帰る時間よ、サム。はい、ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。しか使えないプライベートルームを用意した。シャワーを浴びてカイラル物質を落としたら大統領執務室に来てくれ。
なってる。ここにはプライバシーもないのか。いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけには。シャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。任務は完了だ、サム。ありがとう。大統領は帰らぬ人となってしまったが、その意思は灰になったわけではない。サム、よく聞いてくれ。アメリカも、その再建計画も、まだ生きている。冗談はよせ。さあ、我々の新しい希望、新しいアメリカだ。母は言ってしまった。だけど私がいる。そしてあなた、サムも来てくれた。彼女とも10年ぶりだったな。もっとも彼女は10年前と何も変わらないが。ええ、そうね。私の体はビーチにある。だから年を取ることはない。あなたはいい年の取り方をしたようね。君は本気でこの世をつなごうと考えてるのか。誰かがつながなければならない。いや、誰かがブリジットの後を継いでアメリカを再建しなくてはならない。サマンサ・アメリカ・ストランド、新たな大統領だ。孤立した都市と都市をつなぎ直す。アメリを大統領に迎えた上で、我々は新たなアメリカ都市連合を作る。そしてこのアメリカを再建する。そのために君の力を借りたい。俺はあんたたちとはもうつながってない。ブリジットとも別れを済ませた。あなたを忘れたことはなかった。つながりを切ったのはあなたの方よ。アメリはブリッジズ第一次遠征隊を組織して大陸を横断した。私たちはクレーターや座礁地帯を迂回しながら残された人々を探した。アメリには奴らがはっきりと見えるからな。私たちの都市連合に加入意思がある都市にはスタッフを残していった。私たちは3年かけてエッジノットシティにたどり着いた。西海岸まで。まさか。本当だ。北米大陸を横断。だが遠征隊は全滅。アメリは閉じ込められた。バカな。都市から出られないけど身柄は拘束されていない。だからこうしてあなたたちと話すこともできる。通信装置を使って。エッジノットシティの独立自治を要求し、彼らはアメリを統治下に置いた。彼らは都市連合への加盟を拒否。アメリはその交換条件における人質だ。その彼らとは。彼らは分離過激派の武装集団だ。都市を統治している。
人を殺しボイドアウトを起こして都市をクレーターに変える狂気のテロリスト集団。そうだ、あらゆる手段を講じてボイドアウトテロを画策している厄介な連中だ。まさかあの自殺者も奴らの仕業かもしれん。大陸の至る所にディメンスはいる。いや、潜んでいる。彼らは思想の一種だ。彼らは何者かに統率された一組織ではない。それがアメリカ再建を阻害する理由でもある。再び都市連合を作らなければ人類は滅びてしまう。私はブリジットのメッセージを運び都市と人々に呼びかけた。でも全ての人が受け入れてくれたわけじゃない。繋がらず孤立したまま生きていける、そう主張する人間もいる。彼らやサム、君のようにアメリカ再建は彼らにとって束縛でしかない。繋がりは義務を要求し個人の自由を奪う鎖だと主張している。これも束縛だろ。テロリストと変わりない。お前らもある種のカルトだ。違うわサム、それは私たちをつなぐ象徴。今の私たちに必要なのは孤立じゃなくてつながること、そして結び目を作ることよ。サム、北米大陸をもう一度つなぎ直してくれ。アメリカ残していったスタッフがカイラル通信用の設備を整えている。しかしそれは点でしかない。その点と点をつなげて線にしてほしい。それらの軌道にはこのキューピッドが必要だ。ここにカイラル通信を可能にするセキュリティと運営コードの全てが入っている。キューピッドと必要なものを届け、この分断された大陸をつないでほしい。そしてエッジノットシティに閉じ込められたアメリを連れ帰ってくれ。母の意志を継ぎ私が大統領に就任する。この国を救うために。それがブリジットの意志であり未来を作ることになる。サム、お願い、あなたが必要なの。俺はサム・ポーター・ブリッジス、ストランド家の人間じゃない。ブリッジスからも放り出された。もう誰ともつながるつもりはない。待って、ほら、俺たちはつながってない、昔も今も。サム、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 待て。いいか、アメリカを再建するには君たちが必要だ。ネットが世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界をつないでもまたほころびが生まれる。同じことを繰り返すだけだ。こんなもので誰もが簡単につながるわけはない。分かった、落ち着けサム、そう焦るな。分かった、返事はよく考えてからでいい。少し休んだらどうだ。ああそうだサム、睡眠も必要だ。そのまま放っておくとあんたもあの世とつながってしまうぞ。必要なメンテナンスは完了した。あんたとのチューニングも調整を済ませた。まだ使える。ドゥームスと BB の相性がいいのは珍しいことだ。どうやらサム、こいつとだけはつながっているらしいな。
サム。サム、あなたはサム・ストランド。いや、もうサム・ストランドじゃない。今はサム・ポーター・ブリッジス。ストランドには三つの意味がある。一つ目は絆のこと、そして二つ目は座礁という意味、最後の一つは途方に暮れる。私は今西海岸で座礁したまま途方に暮れているの。だけどあなたとの絆は今もつながったまま。あなたは自由よ。だけどつながってる。それを否定しないで。サム、おはようございます。サム、ダイハードマンだ。長いこと寝ていたな。よほど疲れていたんだろう。このプライベートルームではシャワーやトイレ、装備品のチェックやメンテナンス、情報の閲覧など様々なことができる。詳しい説明はそれぞれのスタッフがする。どうだ、自分で試してみてくれ。現在のブリッジズを知ってほしい。その端末画面でブリッジーズが管理している様々なデータを閲覧することができる。君の権限の範囲内ではあるが、情報収集に役立ててくれ。サム、デッドマンだ。事前に調べたあんたのデータをもとに BB のチューニングはしておいた。だがあくまでも理論値だ。あとは実地で様子を見させてくれ。 BB の感度やお互いのつながりを調整しよう。
じめましてじゃないわね。配送に関するオペレーションとメカニック全般のことは私が担当している。ワークネームはママ。改めてよろしくね。それはストランドと呼ばれている。梱包用だけどそれだけじゃない。それはあなた自身の ID も兼ねているの。よく見て、ヨリートにはあなたの血が染み込ませてあるわ。サム、私はハートマンだ。ビーチのことをはじめとしてデスストランディングについて研究を続けている。ドゥームスや機関車も研究の対象だ。君が排泄することによって体内のカイラル物質はある程度除去される。カイラル物質は人間のホルモン分泌や神経系に影響を与え、その結果カイラル汚染と呼ばれる症状を引き起こすことになる。恐怖症の原因にもなり、自殺衝動や破壊衝動にも及ぶ。君も知っているだろう、我々ドゥームスもカイラル汚染の症例の一つなんだ。その研究のために君の排泄物を採取する。もちろん主な目的はカイラル物質の含有量チェックをはじめとした君の体調管理だ。
スーツはカイラル物質を洗浄してここで管理される。オレンジは死体処理班、青は配達人、赤は医療スタッフ、そして黒は戦闘員用だ。どうだ、手を貸してくれるか。カイラル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのは あくまでもアメリを助けるついでだ。いいか、サム。アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。ローカルデータで保管しないとカイラルグラムは表示できない。君が見たアメリア・ブリッジズのメンバーは皆ローカルデータをもとに再計算したホログラムだ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続しカイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて総合超大容量0時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない、我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば
大容量データのカイラルグラムはもちろん、カイラルプリンターも使えるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。繋ぐ前も繋いだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。ああ、だから手ぶらってわけにはいかない。詳しくは配送端末で伝える。上の階でチェックしてくれ。荷物はそこで渡す。よくもここまで使い込んだもんだ。廃棄しておくぞ。待て、そいつをよく調べてみてくれ。奴らが俺の血に反応した。一度だけじゃない。あんたの血に効果がある？そのためにたっぷり抜いてるだろ、俺の血を。分かった、よく調べてみよう。